こんにちは、ふみです。本日はですね、昨日発表されましたパズドラのアップデート情報についてちょっとね、感想を交えながら紹介していこうかなと思います。12月15日、明日ですね。明日の朝8時から、夜20時までのメンテが行われるということで、まあ大型メンテなんですけども、結構なアップデートが入りますということで、まず1個目、8人サクッとの追加要素になるんですけども、クリア後の待ち時間にドロップの操作ができるようになりますっていう風に書いてありますね。これは確かに、その8人サクッとやってて、早くね、ゴールしちゃった時って、まあ、なんか、1分ぐらい暇になっちゃったりするんですけど、まあその間にドロップのね、操作ができるっていうことですね。でもこのパズルは別にスコアには関係なくって、ただ練習ができるっていう感じのやつなんですが、まあ、ただの暇つぶし、ではありますね。なんか別にこれがあるからってなんかがあるわけじゃないっていう謎アップデート。そして、2つ目、これは結構でかいよ。ダンジョンを連戦できる連戦機能が追加されますということで、右上にね、連戦オンオフのボタンが追加されて、でオンの場合はクリア報酬画面後にフロア、スケットの選択が省略され、潜入画面になるということで、これは神アプデですね。はい。特に、その周回を良くする方にとっては、すごくいいアップデートなんじゃないかな。30分ゲリラ、ノエルとかさ、ノエルとかさ、キングダイヤとかさ、30分のゲリラを回ってる方は、もうそこがね、省かれるだけで、1、2週、3週ぐらい多く回れるんじゃないかなと思います。ただし条件がありまして、自分のモンスターを助っ人にしている場合か、固定チームか助っ人なしの場合しかできないので、だからフレンドさんのキャラを借りて連戦することはできないので、そこはね、ちょっとまあ無課金とか美課金でそんなにキャラが揃ってないよっていう方はちょっと厳しいところではあるね。それを含めた編成を考えなきゃいけないなっていうところはありますね。その下の連戦可能なダンジョンに8人サクッとのオートマッチもあるので、これも意外といいよね。 EP2000 をね、もう早くやりたい人は、集めたい人は駆け込みでもやりやすくなってますね。そして3つ目、特定状況でのスキル演出が省略されるようになりますということで、複数の効果を持つスキルにおいて効果が発動しない場合のスキル演出が一部省略されます。これは結構でかいんじゃないかな。この動画見ると、バルキリーシエルの、HP とバインド回復、全回復がこういう風に省略されると、 HP がある場合は省略されて変換だけの演出になりますよっていうね。これも結構いいアップデートですね。これもまあ周回において結構早くなるんじゃないかなっていうところなんですけど、まあ、例えば最近のキャラで言うと、アーサーボイル、永遠の消防隊のアーサーボイルは、あの光列ね、ロック解除光列なんですけど、でロックされてない場合でもポンだけでいけるっていうことですよ。わかる？わかる？もうそのロック解除分の時間があったんですが、それがないっていうことはもうそれよりも早く回れる。これはなんかランダンとかでも変わってきそうですね。ランダンとかでもさ、結構無駄がないスキルっていうのは注目されてたけど、そういう必要がなくなるってことだからね、これはいいアップデートだと思います。4つ目、潜在玉ドラを一度に8体まで選択できるようになります。はい、神、みんな待ってた。これはね、あの潜在が8枠あるので、まあ、8体まで選択できるようになったということで、ありがとう。5個目、新しい覚醒スキルが追加されます。新覚醒スキル、超つなぎ騎士強化。自分と同じ属性のドロップを12個以上つなげて消すと攻撃力が12倍になる。いやー、まあシンプル強いんじゃないかな。やってみないとわからないっていうのはね、すごくあると思うんですけど、でも
盤面で12個ね奪われるわけですよ。56だったらもう半分ぐらい奪われるわけですから、なのでこの覚醒スキルはコンボドロップとか、コンボ加算リーダーがいないとかなりきついなとは思うので、まあ、今後はそういうキャラが増えてくるんじゃないかなと思います。はい。コンボ吸収に弱いっていうところはあるかなっていう感想ですね。6つ目、一部の覚醒スキル効果が調整されますということで、コンボドロップと超追加攻撃が変わります。コンボドロップは今までね10個から12個つなげてるとコンボドロップが落ちてくるっていうスキルだったんですが、1個落ちてくる最大4個までっていうスキルだったんですが、それが変わりまして10個以上だったら、いくつでもよくて、最大8個まで落ちてくるいうことで、これは結構変わったね。まあ、つまり、さっき言った、新覚醒スキルとも合わせやすいわけでしょう。超つなぎ消し攻撃をしながら、コンボドロップも生成できると。そのね、覚醒があればね。というところで、噛み合いますね。あとダメージ吸収貫通ってあるじゃないですか。あれもね使いやすくなりますね。だからまあ分かりやすく言えば花火のスキルを打ったら、吸収貫通ができるっていうことですよ。ただ周回目線で言うと花火をした時にそのね、コンボドロップ生成のエフェクトが入ってしまったりするのが、まあ、ちょっと遅くなるかなというところは懸念点ではありますね。そして超追加攻撃は倍率、攻撃力の倍率が2倍から 3.5 倍に変わりましたと。まあこれに関してはまあ今まで通り使い方がなかなか難しいかなというところはありますね。フェルル武器とか超転生パールに関してはなんかツイッターでねなんか回ってきますけど、面白い使い方はできそうですね。7つ目、一部の覚醒スキルの説明文が変更されますということで、超コンボ強化が、10コンボ以上で攻撃力が5倍になる、5色攻撃強化が5色同時攻撃で、攻撃力が 4.5 倍になるっていう表記に変わりました。これはなんで今なんだろうねすごくありがたいけども、まあ、最初から書いて欲しかった感もある。あとこの調子で他のねリーダースキルとかのね倍率も書いて欲しいところですね。で、8つ目、コンティニューの再確認ダイアログを表示できるようになりますということで、これも結構ありがたいですね。これさ、私もねやったことあるんだけど、間違えてさコンテしちゃったことない？みんなこれ結構へこむんだよね結構へこむんですけど、まあそれを防止してくれる役として、オンの場合コンティニューを行う場合に再確認ダイアログが表示されるようになりますということで、これはね超ありがたい。無課金にとっての魔法石1個は超でかいですからね。いやこれはマジでありがたい。そしてその他の修正項目、はい、いろいろありますけども、2番目のモンスターを一括でお気に入りに設定する機能は、これは地味に嬉しいですね。なんか一気に外れちゃったりする場合もあるらしいんで、まあ、これは結構ありがたいかな。そしてモンスター交換所の強化カテゴリーでキングタマドラ1体がタマドラ8体への交換ができるということで、これもまあ嬉しい機能ですけど、こうなってくるとキングタマドラって何のためにおるんやみたいな感じにはなるけどね。という感じで結構モリモリでみんなが求めてたアップデートがね今回行われますね。これは私もにっこり。ということで最初にも言いましたが、明日はもう朝8時から夜8時、まあ早めには終わるかもしれないですけど、長時間12時間免停なので皆さんお気をつけて。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。